エマヌエル・エメニケは、ナイジェリア・オツオチャ出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。ベルギー・ファースト・ディビジョン BKVC ウェステルロー所属。元ナイジェリア代表。1987年、ナイジェリアのオツオチャにて生まれる。2007年に、デルタ州のアサバに、本拠地を置く、デルタ・ホース FC にて、サッカー選手としてのキャリアを始めた。2008年1月。 二部のナショナルファーストディビジョンに所属するブラックエース FC に移籍。2月17日、ディナモ FC との試合でデビューをし、この試合でエメニケは得点を挙げたが4から2で敗れた。ブラックエース FC では7試合に出場の3得点を挙げた。2008年5月、同リーグに所属する FC ケープタウンに移籍をした。トルコ2009年、 TFF1、リーガ所属のカラビュークスポルに1年間のレンタル移籍をした。リーグ戦では28試合に出場し、クラブ内、リーグ内で2位となる16得点を挙げ取るコシュペルリが、昇格に貢献。自身は TFF1、リーガ最優秀外国人選手賞に選出された。シーズン終了後カラビュークスポルに移籍金30万ユーロの3年契約で完全移籍をした。 昇格初年度の2010、2011シーズンでは23試合に出場して1部リーグで4位となる14ゴールを叩き出した。2011年5月、パスポートにおいて年齢差しをしていると報じられてスキャンダルに発展。タブロイド紙のハーバートルク対して訴訟を起こして勝利をした。2011年5月25日、 フェネルバフチェ SK に4年契約の遺跡金900万ユーロで遺跡をした。しかし、2011、2012シーズン開幕前に大規模な八王朝スキャンダルが発覚して、フェネルバフチェ SK は CL 出場権を剥奪された。自身は刑務所に4日間交流されたが無罪として釈放された。12月4日には他13人の選手が起訴された。 スパルタクモスクワそんな折、ロシアの FC スパルタクモスクワからオファーが飛び込み、8月12日に契約。遺跡金は1000万ユーロで、背番号は29番を選んだ。2011年8月14日、ロシアプレミアリーグ第20節の FC アンジマ8から1076分にアリとの交代で出場して、デビューを飾った。8月28日、 第22節の PFC チェスカモスクワ戦では70分から出場し、その5分後の75分にスパルタクの選手として初となるゴールを決めた。スパルタクでは故障していたウェリトンの穴を埋めレギュラーを掴んだ。フェネルバフチェ復帰2013年8月7日、フェネルバフチェ SK に2年ぶりに復帰した。ナイジェリア代表として2011年に シエラレオネ代表との親善試合でデビューした。2011年6月1日に行われたアルゼンチン代表との親善試合で代表初ゴールを決めた。アフリカネーションズカップ2013では4得点を上げ得点王となった。2015年代表での夢がすべて叶ったとして代表引退を表明した。ありがとうございます。